フランクフルト大公国は1810年から1813年の間に現在のドイツに存在した王国である。マインツ大使協領と自由都市フランクフルトを合わせて成立したナポレオンの衛星国であった。1813年のオーストリア軍とバイエルンフランス連合軍によるフランクフルト橋での戦闘。作者不明、フランクフルト歴史博物館所蔵。 フランクフルト市は1806年の新生ローマ帝国解散に伴って帝国自由都市としての地位を失った。フランクフルト市は前マインズ大主教カールテオドールフォン・ダールベルクに与えられフランクフルト大公国となった。1810年ダールベルクがレーゲンスブルク公国をバイエルン王国に割上することを余儀なくされると彼は残りの領土のアシャフ,フェンブルク、ベッツラー、 フルダ、ハーナウ、フランクフルトを新しいフランクフルト大公国に統合した。フランクフルト大公国と称されたもののダールベルクはアシャフフェンブルクに残り、ロードはフランスの弁務官によって支配された。また、憲法によって、大公国はダールベルクの死後はナポレオンの養子、ウジェーヌ・ド・ボアルネが継承することが決められた。ナポレオンのライプツヒでの敗戦を受けて、 ダールベルクは1813年10月26日に退位してウジェーヌに上位した。同年12月、ハンフッツ同盟軍の攻撃により、大公国が消滅、占領されたフランクフルト市は自由都市に服し、大公国の大半はバイエルン王国に併合された。ありがとうございます。